はい、どうも皆さんこんにちは。スイスイギョタンズネイチャーギャングです。サミヘです。オラです。はい、今日はですね How to Sub Fishing をお届けしたいと思っております。今日は友田少年の、はい、How to 講座になっております、はい、よろしくお願いいたします、はい、お願いします。とりあえず、はい、あのボードの上に物をどうやっておくとこうやりやすいか、今までこうちょっといろいろやってきて置き方を大体こう決まってきたんですよ、はい、それをちょっと今回紹介しようかなと思います、はい、でもちろんこれが完璧なやつじゃないんで、まあ、これをちょっと基準に皆さんでいろいろ考えてやってもらえるといいと思います。わかりました。それではじゃあ早速、はい、お願いいたします、はいはい。したらですね、一応これね、いつも持ってってる道具なんですよ。はい、カゴ、カゴ、まあ、釣りざおですよね、はい、それからこのスカリー、はい、あとクーラーボックス、はい、あとまあリーシュコードとか、これを置いていくんですけど、はい、で、カゴ、カゴですね。そう、これがあの後ろか前かっていうのがあるんですけど、まあ、まず後ろに置いておくと乗りづらいっていうのと、基本カゴは前に置いてます。前ですね。そのためのここの、そう、これですね。そうなんですよ。はい、あの下まで回しちゃうっていうのもあるんですけど、そうするとこの下にロープが回っちゃうと、あの抵抗が強くて進みが悪くなっちゃうんですよ、はい、なのでこういうストラップみたいなのでつけちゃいます。こっちとね、なるほど、こっちとね、こういう感じですね。でこれ まあ、ある程度波が強いとこれひっくり返されちゃうんですよ。なるほど。なのでこれをこっち側にしっかり返します。あ、でこうひっくり返らない程度で、これ強すぎちゃうとあのへこんじゃうんですよ。あ、なるほど。そう、下がそうそうそう、はい、ハードボードだったらいいんですけど、あのインフレータブルとか、はい、ソフトボードだとへこんじゃうんで、まあ本当こう、なるほど、分かりやすいですね、はい、はい、とりあえずカゴをまず設置ですね。でこのカゴもここに蓋というかこう抵抗があるとやっぱりすごい波を受けちゃうんですよ、はい、なのでここやっぱね開いてた方がいいんですよ。なるほど、まあ、買い物かご、そうですね、がいいですね、はい、ちょっと硬いやつがいいです。硬めのやつが、はい、なるほど。で、ロッド、はい、ロッドですね。これ刺します。ロッドホルダー、そうで、あのこっちに刺してもいいんですけど、はい、なるべくリールを高い位置にしてるんです。なるほど。漕ぐときにあの被っちゃうんですよね、水を。あ、なんでこういう感じ、なるべく高い位置。あ、なるほど、ちょっと浮かしている感じですね。それでこれつけてるんです。なるほど。これはもうカスタムしてる感じですよね。カスタマイズ、友の少年カスタマイズ、カスタムで、これフラッグ、こういう感じ、はい、でこれはもうフラッグ、あの本当はもうちょっと高くしたいんですけど、今日ちょっとこれがしかないんで、はい、こういう感じです。なるほど。で、あとまあこういう道具ですね、こういう小物ね、小物類、はい、これタチウオのとかね、あとハサミとかダイヤ、こういうところに入れとくと、はい、ラグです。で、あのリーシュコードやっぱりつけた方がいいんですけど、はい、リーシュコードつけると結構絡まるんですよ。なるほど。慣れてきたら、つけない方が楽ですけど、やっぱね、落としたらね、滑るんですよ。そうですね。そう。落としてしまうと。そう。こういうリーシュコードとかついてると楽なんですよ。ああ、素晴らしいですね。そう。で、これでもね、3個つけると、もう本当マジで絡まっちゃうんですよ。すごいことになっちゃうんで。でもなんかやっぱリーシュコードは初心者の方はつけた方がいいですね。特にリールとか、まあ、ロッドですよね。ロッドもつけた方がいいですね。そうですね、その網はまあ別に、あ、でもね、体につけてたらやっぱこれも落ちるんですよ。ああ、そうですよね、うん、でこれはもう虚しいですよ。ゆっくり落ちるんで、どうにもならないんで、もう沈んでっちゃおうって感じですよね。そうそうそう。でこれは、まあ、ここでもいいんですけど、いつも俺はここに入れておくんですよ。ほうほうほう、こういう感じで、なんでパッて取れるようにして。なるほど。でこれ結構ね、タモちっちゃいんですよ、俺のやつって。はいはいはい。けど頭が入っちゃえば魚バックできないんで、なるほど、頭を入れてで押し込んでこう上げてあげると結構ね、あのこのちっちゃい網でも取れるんですよ。なるほど、うん、まあ、ちっちゃい網でもいけますよと。いけますよ、はい、でこれ、はい、スカリですね。でこれ、まあ、あのストリンガー使ったり、スカリ使ったりしてる人いるんですけど、はい、これなんでこれ使ってるかっていうと、これを入れることによって水の抵抗になるんですよ。そうですね、そう、上がりにくい、はい、
風が吹いてくるとノーズがこう回っちゃって、はい、あの後ろから押される状態になるんですけど、はい、これがあるとあのノーズがね前に向かないんですよ。なるほど、ちょっとアンカー的な役目を果たすわけですね。パラシュートアンカーっていうのもあるんですけど、はい、それだとねあの結構抵抗がありすぎて引っ張るの大変なんですけど、なるほど、これぐらいでちょうどいいんですよね。なおさらしかもその中に魚が入ってくればなおさらいい感じなんですね。はい、はい、でこの形で置いて、これはね最近使ってるんですけど、気温差がやっぱ梅雨前とかって、はい、気温差があるんですよ、はい、その時にこうジャケットとかをこう入れとけるんで濡れないように、うん、なるほど、まあ、朝が寒いのでってことですよね。そうですね。それでどんどん日が出てくると暑くなってきますんで、はい、ということで、はい、これですね。こちらは何ですか？これね、はい、タオル掛けなんですよ。で、あの下に置いとくと結構ビチョビチョになっちゃうんですよ。あ、そうですね、うん、とあの結構乾いてないとやっぱねあのぬるぬるしたの取れなかったりするんで、こういう感じで置いてます。なるほど、面白いですね。で友達少年カスタム、ありがとうございます。ちょっと自分のやつとちょっと違うんで勉強になりますで、これね、はい、そしてクーラーボックス、はい、でエントリーするときはここに置いてるんですよ。はい、でこう、波のタイミング合わせて乗っかってちょっと漕いできます、はい、で安定したところでこれを後ろに持っていくんですね。はい、まあ椅子代わりにも。そうで基本、自分立ってやるんですけど、ずっと立ってると疲れるんですよ。はい、そうで、その時にこうやって座れると楽なんですね。なるほど、これの位置感的にはこの辺ぐらいがちょうどいいんですかね。これ一番広いところがあるじゃないですか、はい、それよりちょっと後ろっていう感じですね。真ん中すぎずちょっと、そうなんですね。なるほど、でちょうどカゴも届く、そうそうそう、こういう感じですね。そうだから、なんかジグ変える時とかもうここで普通にできるんで、あ、この感じですね。なるほど、であとまあパドル、でこれ結構ねパドルあれなんですけど、あの水してる時邪魔なんですよ。はい、なんで俺はねこのカゴにねさせるようにしてるんですよ、こういう感じ。これはこのカスタム素晴らしいですね。そう、これここあのたまたまこれつけたらここに刺さったっていうだけなんですけど、うん、なるほど、まあこれは長年のあれですね、経験で。そうですね、もうやっぱりこれすごい邪魔なんですよ。そうですよね、うん、なるほど、まあそれがない人の場合はどういう対処がいいんでしょうかね。もうその前はどういうふうにやってたんですか？こう置いたり、あ、踏んだりしてたんですけど、あ、絶対邪魔になるんですよ。特にでかい魚の時絶対邪魔になる。あ、なるほど。ずっと悩んでたんですけど、あとこういうとことか入れたりしたんですけど、あのこっちがね安定しないんですよ。こっちが。なるほど。そう、動いてっちゃうんで、まあ、やっぱこれ以外だとちょっと今のところはないですね。ああ、なるほど。そうですね。自分は結構、うん、これをこういう風に置いてたりとかするんですよ。あ、はいはいはい、こういう風に置いてたりとか、この、まあ、邪魔なんですよね。ちょっと、まあでも左側で釣りをすればそうなんですね、感じなんですけど。なるほど、まあ、でここに、はい、そうで、あとこれもう一個いいのが、はい、こう立って釣りするじゃないですか、はい、あ、バランス悪いんですよ、はい、その時にこれ持てるんですよ。あ、なるほど。そう、これ取っ手みたいな感じで持ちながらこういう感じで、あ、なるほど、なんかこう、うねりくるじゃないですか、はいはい、その時にこうって感じで。なるほど、これがね、結構いいんですよ。俺結構、体幹、まあ立ってやるのも結構大変ですけど、うん、まあ友達はね、立ってやりますからね。立ってやってる、はい、メリットというか、立ってやってるメリットは、立ってやってて何が違いますか？うん、あの結構ね、ベイト見えるんですよ。はいはいはい、一回やっぱね、あのブリ釣った時に見えてたんですよ、はい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 、で20メートルぐらい下だったんですけど、それ見えてて釣れたっていうのもあるし、あ、やっぱり合わせ、なるほど、合わせ、まあ、角度が違いますもんね。そう、座ってやると、座ったり下だと、はい、ここから下ってやりづらくてこういう釣りになってくる、はいはいはい、合わせ結構効かないんだ。なるほど、それを立ってやってるとこういうロットの釣りになるんで、なるほど、これで合わせられるんですよ。お、そう、これがね、やっぱね、楽ですね。ここで差が出るわけですね、いつも。そんな差出てないけどあとはあの自己満足、うん、立ってやってるっていう。なるほどそうそうそう、スタイルですね。じゃあそうですね、友達少年スタイルで、そう、こういう感じです。いや、なかなか素晴らしいですね、はいはい、で移動するときはまあこういう感じでロット入れて、ですぐにこうパドルが取れる。ああ、なるほど。そうで結構ね、あのすごい移動するんです
3回ぐらいやったらもう、あの信じられなくなっちゃう。なるほど、うん、3回落としてもう当たりがなかったら、もうここいないっていう感じで移動しちゃうんで。なるほど、やっぱりパドルがパッと取れるのって楽なんですよ。はい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 、なるほど、こういう感じですね。はい、そしてここに、リーシュコードをつけてですよね。ここにリーシュコードを、はい、ここにビエッてつけてってなりますけど。そうですね、はい、でまあ足につけて、であとはあれですね、あとあのライフベスト腰に、あ、そう、これは ね、 今日ね腰につけて、はい、うん、まあ、であのウェットスーツ、フルスーツ着たり、ライフベスト着たりっていう感じで浮力は確保する、まあ、ライフあれですよね、ウェットスーツも一応浮力にはなる、うん、なるですもんね、はい、ただね夏はねやっぱね、まあ、暑いっす。そうですよね、そうなんですよ。なるほど、ちょっとまあ着れるものとかね、うん、あのかっこいいめのやつでね着てもらった方がいいと思います。なるほど、はい、はい、あと小物、はい、でちょっとあのこだわってるのが、まずこれ、ね、たわしなんですよ、はい、でこれ、なぜたわし、うん、なぜかっていうと魚結構ぬめりすごいんですよ。あ、でサップの上置くじゃないですか、はい、で締めたりするじゃないですか、ぬるぬるになるんだ。あ、その時にこれでちょっと吐いてあげると全然こう綺麗なんですよ。なるほど、タモとかもぬるぬるになるんですよ。なるほど、その時にこれでやってあげると全然あのぬめり取れる。あ、これ結構ね便利。なるほど、この黒シビカマスなんか釣れた日には、まあ、最適、スーパーローションですよね。そうそうそう、であとは結構ねこだわってるのこのハサミなんですよ、はい、これちょっとね尖ってる、少し尖り目なんですよね。ははは、そうでこれあの なんでこういうの使ってるかっていうと、ハタとかあのカサゴのちっちゃいやつ釣れた時って、はい、あのリリースしたいんですよ、はいはいはい、でその時にあの浮き袋にこう穴を開けてあげたいんですけど、はいはい、これ太いとね穴開かないんですよ。なるほど、そうで細い針みたいのでもやりにくいんで、まあ、専用のやつもあるんですけど、まあ、ハサミで代用できるかなと思ってこれでこうお腹のところから入れて穴開けてリリースしてあげてるんですよ。はい、それ前回のあの前の映像でやってくれてますもんね。で、逃がしてやる際には、このお尻から浮き袋から穴を、おお、スーッと行きましたね今。でちょっと慣らしてあげて、あ、大丈夫そうですね、確かこういう感じで、あー素晴らしいですね。なるほど、でここはさっき言ったっすね。そうですね、はい、うん、そこを言いました。でこれね一応あのもう一応言っておくと、こうまっすぐ立っちゃダメです、斜め。なるほど、すると横がれるんでこういう感じ。ああ、なるほど、へえ、ね、これちょっとまだ使ってないんですけど、これ実は何用で作ったかっていうと、はい、アジの開き作りたい。これいつかやろうと思って。うるさい発言やりましたね。ここにアジ釣ってアジの開きをやろうと思ってるんですけど。なるほど、結構ね狙うとね釣れないですよね、アジ。結構釣れないんですよ。狙うと釣れないですね。狙ちなみにこの今日クーラーボックスって、はいはいはい、うん、なんかこれねなんかちょっと重そうになんかさっき持ってたんで。もう普段重いんで、いつでも重いんで。ちょっといいですか一回重さ、重さ、あ、ちょっとおいつもより重い、確実に何かが入ってますねこれ。じゃあそれはちょっと後にして、はい、これなんでかっていうと、これねタチウオを釣る時なんですけど、はい、タチウオを釣る時って基本的に俺あのタチウオ、タモも入れないんですよ、はい、でなんでかっていうと長いじゃないですか、はい、タモに入れるとタモの中で暴れてリーダー切っちゃうんですよ。ああ、なるほど、そうだからタチウオバサミかここまで上げてタチウオバサミで取るか、もう素手で取るようにしてるんです。なるほど、そうで、フック外すじゃないですか、はい、でそのままあの血抜きとか、あと神経締めとかしてもいいんですけど、タチウオって一瞬でいなくなっちゃうんですよ、はい、そのやってる作業の中でもう一回落としたいんです。なるほど、そしたらその時にここおここを例えばじゃあタチウオいるじゃないですか、こうやっておでこれ釣れたらもうこのまま入れちゃうんですよ、このままこの穴で。なるほど、そうすると結構次すぐいけるんですよ。なるほど、でこれ開けるじゃないですか、開けて入れるじゃないですか、はい、出ちゃうんですよすぐ。なるほどなるほど、うん、あ、このあ、すいません、すいません、なんかちょっといっぱいやって、今日は密かにすごい釣られてるじゃないですか。そうなんですよ、これはか
なんですか、カサゴ、これカサゴ、夢カサゴ、ちょっとこれ夢カサゴでかくない、大きい、わあいいサイズだ、このシロムツもね結構でかいんですよ、おお、そう、でタチウオあれもう一本どっか行っちゃったな、おお、あこれね、これこれこれ、わあいいじゃないですか、そうそうそう、これも一本盗みたいとこですね、これ、これはもう渡しますよ、あとこれね、あれぬるぬるしてるやつね、あこれですね、だからさっきのたわしで、そうそうそう、これはもう取ってあげたですね、あなるほど。すごい、密かにすごい釣っておりました、これが、なるほど、うん、ね、それをやるときっていうのはもうここの位置のまんまですよね、でも太刀魚のときはもう俺は前に持ってます、この位置でもうこのまま座りながらやります、あそのひそ、ひざまずいてやってですね、そうそうそう、これで釣ってこう取ってこう持ってもうすぐ入れちゃうんです、なるほど、氷水張ってるんですよ、なんで入れたらもうあのすぐ死んじゃうんで、なるほど、うん、でタオルとかもここに置いておく、もうじゃあもう血抜きとかはしてないんですか、ね、後からします、あなるほど、うん、もういなくなっちゃってからする、そのもうそうですよね、もうその瞬間的で、うん、瞬間的にバーって釣っとかないと、うん、そうなんですよ、釣果が変わってくるわけですね、今日のようになってしまう、あなるほど、5分しか釣れなかった、なるほど、5分の間に2匹ですか、2匹です、素晴らしいですね、でも1匹はもう1匹釣ったんですけど、もう1匹はこれを跳ね上げてどっか行っちゃった、ああなるほど、そういうこともねありますからね、自分も、ね、あのやっぱりタモに入れてこうタモからスルって言って抜けて出てっちゃったケースとかもありますんで、タモはやっぱそうですね、基本的にタチウオの場合はやめた方が良さそうですね、ただ結構危ないんで手掴み、そうですよね、うん、そう、やっぱ歯がすごい鋭いし、そうだ、まあ慣れなかったらまあタモでもいいと思うんですけど、はいはいはい、まあ、これまあそうですね、このタチウオバサミ、タチウオバサミがやっぱりこれが一番パチッて首のところを掴んで、そうそうそう、ね、そうですね、なるほど、がいいかなと思います、わかりました、はい、同じですね、はい、はい、ということで友田少年のHow to SUP Fishing、はい、今日はこんな感じで、じゃあいつもこういう感じでいつも挑んでるということですね、はい、はい、今日はうちのマスター友田少年、ちなみになんで少年なのかというと、釣れた時が少年みたいな顔しているからなんですね、うるさいし、ね、来た来た来たと言ってアジとか一番うるさい、アジ釣れた時ねはい、ということで今回はHow to SUP Fishing の回でした、皆さんこれを基本に、これをベースに自分のスタイルを編み出してみてくださいね、はい、ということでありがとうございました、友田少年、ありがとうございます、今日は一番ダメだった人は昼飯をおごるという設定になっております、よっしゃー、ヒットです、いやータッチウオ、完全タッチウオ、イエーあー、いやなんかこれサバすげー引くんだけど、でかいね、マジかアラも釣ってんの、